だけど、まあ、カーテンがもう一個仕切れるから、まあ、仕切れるならいいですよ、うん、まあ、そもそもさ入ってきてくる時点でおかしいじゃねえか、まあ、なんでお前がそのトイレ仕切ってんだよ、うん、でこれでもし他に女の子来たらどうする気とかさ、うん、ってきたのね、うん、だからさその旦那来てさ、うん、俺話するとさリーダー誰とか言うから、うん、リーダーって何すかはぁってめちゃめちゃ嫌な顔してやったもん。それはおばさんの方が、いや一人なんだよね、あそうですよ、あのカード仕切ってくれたら別にいいですよ、怒らなくなって、そのベッドじゃなくて、ぬかびらでもあったんだわ。ぬかびらの湯本館は、あそこ宿の一部をライで開放してて、うん、いや、その親父さんはすごいいい人だった。うん、親父さんが体壊して倒れてる時に、奥さんが仕切ってる時に、うん、女子部屋に夫婦があったんですよ、うん。で、その時一緒になった大阪ママの子が行ったりさ、なんで男が入っとるんだろうって言ったけど、私、一番最初に入ったから、うん、お部屋が多いのかなと思って、後から行ったらそうでもなくて、で、そのまた二人がさ、2人でこう、布団も陣取っちゃってさ、まあ、構成とか陣取ってさ、すげえ嫌な思いでしたね。で、あれば言わないかんなと思って、うん、なんでここにおるんですかと、夫婦2人で泊まりたいなら、部屋取れよと、うん、何やってんだって、あの時本当、事情分かってればもっとぶち切りなんだけど、最後だったもんで、状況読めんくって分からんくってさ、言わんかったんだけど、あれは言うべきだった。あれから、やっぱ言う時はちゃんと言わなかんなと思って。あ元から相部屋なら別にいいんだけど、うん、男女別って歌ってるんだったらそこを勝手に入ってくのはおかしいでしょって、うん、そうだね、うん、いやでもなんか北海道だよね、北海道だからね、結構変なとことか変な人ちゃんと管理する人が言ってくれると言うところは大丈夫なんだよ、あの千歳のライダーハウスとかおばさんしっかりしてから、うん、あの変な人はもうめちゃくちゃ怒ってかかるんじゃない、でもね、なんかね値段そうっていうか、まあ、500円か1000円だったわけよ、僕が泊まったとか、まあ別にまあ、ね、しょうがないかなってとこあるよね、うん、それ以上求めちゃいかんかなと思って、だってその値段で来るような人たちだからさ、そう、ね、そ壮年の夫婦なんでしょ、あそうそう結構としたでしょ、うん、そんな人なのにお金持ってるはずなのに普通に泊まればいいなと思うじゃん、そうだからやっぱ変な人、変なっていうか常識がない、そう非常識っていう時点でさ、うん、どうなったと思うよ、まともな食してないから楽しい、うん、あの旅をして別にその貧乏だからじゃなくて、うん、お金をかけてその旅を消費してる人はやっぱり悪いじゃん、ああ確かに確かに、まあね、いや世界中北海道まで行ってさ、まあ、キャンプしたいけどそのね、ホテル取って宿取ってってやるのが楽しいとはあんま思わないからさ、はあ、でも僕日本、まあ、各全国はまあ行けてないけど北海道が一番嫌な思いした俺残念だねで沖縄も全然なかったもんね、沖縄はね、日本だよ、結構その、いろんな旅人が来るから、うん、北海道でライダーばっかじゃなくて、あ外国人とかもすごく多いじゃん、そうだね、外国人も、そうだからゲストハウスのオーナーも、うん、北海道はやっぱスタンスが違ってる最初は国際通り近いところだけど、うん、みんな知らん子なんだよね、うん、ビール持ってパーって行くとさ、パソコンでなんかオフとかなんか自由で遊ぶ、あ、僕らとかかな、え、僕が泊まってたとこに泊まったの、なんか結構メジャーなとこやな、ケラマかな、あ、かな、あれかな、なんかタコ部屋みたいな、タコ部じゃないな、あのドミトリーだったよ、そう、ドミトリー、なんかカプセルホテルみたいな、で、その団欒室みたいなのが結構広い、そう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 、他人に対してなんか知らんぞみたいな感じだったから、良かったでしょ、あんまり嫌じゃねえ、横じゃねえだもんな、泊まる分には別に問題ないけど、あ別にそこで喋らなくていいんだ、団欒室で、いや、ほんと、喋るのは喋るの好きなんだけど、うんうん、でも、まあ、とりあえず起きない人だからと思ってビール持って行ったら、うん、ナッパされたなってやつがいるから、うん、それしかなかったんで、あ、そうなんだ、で、別にみんなで談笑することもなかったし、カタカタ、で、私は一人で飲みです結構あの宿入って北の方面に行くの宿は、うん、なんか韓国人とか来てて、うん、でオーナーが一緒にみんなで鍋しましょうとかいう感じでやってたから、それなりに楽しかったけど、でもこう人と絡まなくていいんだったらもうキャンプでいいかもね、まあまあそうなんですだからあの別に絡むのは嫌いなわけじゃないから嫌いなわけじゃないからだけど、そういうとこ人が集まってるところで自分のことをするとさ、結局携帯しか触ってないから、ああいるねいるね、いらってくるじゃん、こんなことで携帯触んないよね、つまんねえなと思ったね。だから一人で飲み行ってバーとかで隣の金槌に怒ったりとかバーデカに怒ったりとか。誰に？隣になんか見たんだ金槌。カナダ人。カナダ人。で、最終日のバイク昼に返して、うん、飲み行っちゃって、なんか
でるのに、あのこう旅人になんか聞かれた時紹介できるしたいと思って、鹿児島市のゲストハウス2軒泊まりに。なんだそれ。お金払ってちゃう。何がしたいんだお前は。なんかまあ鹿児島ゲストハウス泊まる機会ないし、まあ、なんだと思うの。2軒ともまあまあ普通だったよ。海外から。外人とかが結構泊まるんですよ。北海道のさ、初の宿っていうさ、うん、三重にあるグライダーハウスに書いたことがあって、うん、最初吹上行こうと思ったけど、雲がかかったけど、だから天気悪いな、どうしようかなって思ってたら、こう暗くなってきて、うん、とりあえずライダーハウス行ってみようって言ったもん、うん、でなんか手作り感満載のさ木の小屋でさ、うん、わおと思って、うん、だから前にちょうど男の子がいたから、うん、あ、ここ泊まったことある、うん、私初めてでさ、警察に来たんだわって言ったら、あ、僕も初めてですって言って、その子が、うん、お姉さん前は会ったことありますよね、うん、4年前に、予備通路でその子がキャンプして声かけたことがあって、名前もかとかも何にも聞かずに若いなって、で、思い出したじゃあ、思い出した、予備通路、僕予備通路で会った時ジェルで、うわー、よくわかったねとか言って、その時10人くらいいて、全員初めてだったんですよ、うん、だからすごい楽しかったの、それ再会するのすごいね、うん、しかも向こうも分かったからそれ僕再会したの女性一人に声かけられることあんまないし、なんか喋り方が特徴的で覚えてました。そうかね、みたいな。あれ面白かった4年前、で結局それから連絡されて、2人のフィリングしようったから、反応差があったんで、次回からまたじゃあこっちでキャンプしようよって何回か。だってまた荷物ひっくり返さないといけない。